このサメ側の手袋、はい、完成しまして、これ作るの大変だったんですよ。めちゃくちゃ素人からするんですよ。どうやったらこうなるのっていうこと。で今回はこのサメ側によりこうハイサイらしいものをちょっとなんか作り上げたいなと思って、夜勤作ろうかなと思って、ここにジャーってジャーって、うん、ジャーって。前回のなんか夜勤作ってたんですよね。前が作ってるんで、あれをちょっとやり方を丸パクリして作ってみたいと思います。本当にデザインがいいのはこっちなんですよ。うん、あ、こっち見てますまだ。見てます。見ましたよ。見ましたよ。で、あのこれが一押し。でも、現実的に考えたら、作る側の人たちの気持ちを考えたらですよ。あ、じゃあこれにしますか、これ。やったこれ。これでいきますか。やりやすいですか。はい、やりやすいと思います。じゃあ、これで決定で。はい。さあ、できるのかね。できるよ。めっちゃ細かいね、うん、難しいぞ、貼るの剥がすのも難しいし、うん、貼るのも難しいね、これね。確かに、あ、これ貼るの難しいじゃん。貼るの難しいの分かるよ。モーリーから、うん、アドバイスがあって、マスキングテープ、うん、マスキングテープ、うん、だから粘着、これを下側が粘着じゃないですか、うん、その上にマスキングテープを貼っちゃえば、うん、白い部分剥がすってこと。そうそう、粘着綺麗に剥がれました。これ位置もずれず、位置もずれず、いけるか、うん、あ、Tが受けましたね。 Tが受けましたよ。 Tが取れるか。 Tん、これ透明だからちょっと分かりづらいですね。これ取れてるね、一応。はい、どうしよう、はい、このハズル、リスナーさんからもらったんですよ、はい、プレゼントなんですよ、うん、2ヶ月ぐらい外れてないっす、うんうん、そうだね、1回外してたんだっけ、うん、1回も外してない、1回も外してない、バカしかいないから外せっけない、よっしゃ、諦めよう。これ解けたら闇和尚が生まれるかもしれない、うん、闇の初期の遊戯王も好きなんだけどね、カードバトルになっちゃったね、カード漫画になっちゃった、五感あたりまでのあの感じ好きなんだけどね、わ、うん、かる、アイスホッケーとかやつ、鉄板、あ、そうそうそう、鉄板でアイスホッケーとかやつ、試験管にね、あの、うん、液体の爆薬入れてね、溶けたら試験管が落ちて、バランスとかするっていう、石抜けのゲームも分かったよね。そうそうそう、遊戯王の話がそう、うん、5巻ぐらいまでの遊戯王も良かったよねっていう、なんかカード以外の遊戯王も楽しい。そうそうそう、だから高橋和樹先生はすごいいろいろ才能がある人だ。ボードゲーム好きそうだよね。うん、長期みたいなのもあったよね。あれは俺好きだ、あれカプセルモンスター。あ、そうそうそう、ゲームもあったよね。分かる、俺もカプモンの方が好き。カプセルモンスター面白かったもん。あ、夏、いやしかも最初から書いてなかったよね、あれね。いけた、そうこうしてるうちいけた、思ったんちゃう、よし、フィルダーチョイス、いけた、フィルダーチョイス、それ悪い意味ですよ。てけさん、いけました、おっしゃー。続いてこれをこれに貼るんだよね。貼るんです。あ、やべ、透明だからどこか分かんねえ。マジ、じゃあ N に合わせ貼るよ、N を右下にしてこれでいいかな、じゃあ、いくぞ、はい、チーズ、ゆっくり取るよ、うん、あ、なんか、あ、はみ出てる、ん、まあまあまあ、ちょっともうやったら、ね、やるだけ、もうやるしかない、うん、行くぞ、うん、きれいに剥がれてないのもあるね、まだ、うん、あ、これこれでいいよ、どうせ、うん、後から剥がせるんだよね、うん、そうか、読める、反対に書いたのを今貼ってる、読め、ギリ、あっちが正門じゃん、ギリです。で、これ、これも貼ってほしい、正門字になってるから、あれ確かに、あ、これこれが正門字になってるか、今、なってるから夜勤つけるとき反対に、逆なるよ、これ、ん、何、何、どういうこと、これ普通に読んだよ、ハイサイ探偵団さん、こうしたら逆なるよ、打ったらタラリーン
こらやったかさあんなに計算したのに計算して裏に変えたのにやってけええことやっちゃったよ。もう20だぜ朝からこれいろいろ計算して入ってやったーできたー虹いやー最初からきついなこれこんなことあるいや、ヨッタケさん結構どんなことあってもポーカーフェイスな人だけど今久々にこれ取り乱したのあーこれ白じゃん。ダメこれ白じゃない。違う白、白、白だ。あ、これ白やんに剥がしてちゃんとくっつく。白だ、白だ。あ、白だくっつく。白ったらだから見ねこの透明のやつそもそもあれじゃない印刷用のステッカーじゃない。これ保護用フィルムラベルシートって書いてある。そう、保護フィルムだから上に貼るやつだこれ。違う違う、たま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 よ、うん、これが出てきたわけ1枚上が、うん、これと分からずこれが入っていて分からなくて、うん、でやった。これからハローがどうしても切りたいということなのでカットをお願いしたいと思います。じゃあ、はい、じゃあカットお願いします。あでもハルさんこういう作業得意だよね。好きだね。得意かわからん、うん、失敗したくない。失敗したくない。じゃあこれを貼り付けます。やってきた。これにあと、ね、貼ればいいわけね。貼りますよ。ちょっと回っちゃいましょうか。いきますよ。貼れるのか、綺麗に、うん、おー、これをおー、いいじゃん。いいね。おー、いいじゃん。枠内にはまってるよ、ちゃんと。はまってるよ、うん、さあ、綺麗にいけるのか、うん、これが本番、うん、いきます。あれ最初から不安。押さえ流れあるの。押さえ流れあるか、うん、どっちも一応粘着あるから、うん、あれ、うん、あれ逆は逆え剥がしてるのほら剥がしてる、うん、え、うん、え逆慎重に対応してない、ね、あ逆あ、ほんとだ逆だあ、こっちからだ2回目どうじゃあね、ビニールテープビニールテープでいっちゃいましょうか。これでやってみましょう。何でもいいのかなとは思ってた。ああ。見えるよね。はい、完成でーす。こちら。あ、ネタキが一生懸命やってくれたやつ、はい、これ掘らないんですよ、実は化学薬品というのがあって、うん、鉄を溶かすエッチング液っていうこれを浸すだけで溶けるらしいんですよ。時間かけてじっくり溶けるみたいな。そうなんです、そうなんです。で、これを入れることによって、うん、ですよ、この、うん文字ありますよね、うん、文字は残ったまま。ビニールテープ貼ってるところは溶けない、うん、そうなんです、そうなんです。おお、なんか醤油みたいな、うん、ポン酢に近いな、色が。ついた、ついた、ついた、ついた。オッケー、オッケー。ん、これでいい。ゆきちが触らないよね。ここに置いておきます、うん、はい。じゃあ、明日会いましょう。真鍮作り2日目、はいはい、かなり時間かかりましたね。2日かかるとは思わなかったです、うん、いやちょっと皆さんに報告があって、はい、今日目腫れてるんですよ。まぶたがなんかおかしくないですか。なんか、ね、そうなんですしてない。昨日めちゃくちゃ痒くて、うん、朝起きてこうなっちゃって、多分もう真鍮アレルギーじゃないかって疑いが、はい、なので僕メガネします。あ、今日は、はい、あ、いいですね、はい。むしろやらなくても今日いいんじゃないかっていう、カメラマンとしてもいいんじゃないかって感じなんですけどね、うんうん、ここら辺ここ全体ここも、ここ側も
削っていこうかなって感じですね。じゃあ俺離れとこうな。うん、離れてみといて。じゃあ削っていきます。じゃあ削りまーす。リューターでやっていきます。歯医者さんみたいな。はい、あれからね、約一晩が経ちました。エッチング液どうなってるのか見てみたいですね。見てみましょうか。あら色が、え黒醤油色、誰か味付けした。あ、なんか違う、色が真っ黒になってる。いきますよ、せーの。どうですか、どんな、あ、できてんじゃんこれ。え、どんな、え、できてるでしょ。溶けてる、溶けてるよ。なんかところどころ溶けてないところもあるよ。これ溶けてないよね、ところどころ。あ、あるって。その時は、うん、削る、削るって言ってた。なるほど。あとはじゃあ削って綺麗にしましょうね、うん、はい、はい、処理してこうのコーナーですね。いくよ、危険液。よいしょ、はい、3分の1。あ、じゃあ5分ほど冷ますと。5分ほど冷まして、うん、びっくりした、思ったよりあったかい。しかもサビみたいになってる。うん、ほら、ほらほらほら、あ、ほんとだ、赤サビみたい。個体、個体がちょこちょこある、ちっちゃい個体。これで冷やします。また置きます。はい、セミント入れちゃっていいですか。はい、もし入れた方がいいかも。もうちょい入れてもいいかも。はい、皆さんね、使ったらちゃんとこういう処理をして、うん、適切なやり方で、はい、捨てれるような状態にして、不燃ごみに出してください。そうですね。ね、はい、間違っても、うん、そのまま、いや、排水口に捨てたりとか、あ、まずいですね、そういうことはね、しないように、うん、はい、皆さんで、ね、注意しましょうね。はい、お願いします。はい、以上、エッチング警察でした。チャッピーは終わったんで、うん、次はこちら、ロゴの方、細かいところの方がまだちょっと残ってるんで、うん、こう削っていこうと思います。はい、お願いします。はい、ゆったけと僕で、ほぼゆったけが掘ってたんですけど、うん、チャッピーとハイサイのロゴですね。これ結構よくできてるね、うん、これ薬剤でやったやつ、うん、エッチング液、エッチング、温めましょうか。はい、温めましょうか。どっからいきますか、うん、こっちからいきますか、こっちからいきますか。文字からいく、文字からいきましょう、うん、はいよ。確かにこっちに薬剤だもんね。これはもうすぐ終わったから、これは成功するでしょう、うん、目に見えてます、うん、はい、いけ、ハイサイ早く取れ、早く飛びない、いやー、あー、これ、あー、焼けた、できた、できた、え、逆、待って、なんで逆なってる、え、なんか逆だ、全部逆な、逆なのと逆じゃないのが違うじゃない、押し方が逆だったな、あれを下に置いて、これを上にしたから、ちゃんと押せば、かっこいいですよ、これ。これは味があっていいっす、ね、味があっていいっすね、うん、じゃあ、はい、これいきましょう、これできてるんでしょうか、行くよ、はい、行くよ、早く、早く、はい、12月、12月、いやー、できてる、できてる、やったー
トゥデイ。あ、これ超いい。味超あるね。いい。すごいこれ。すげえ。左下にピョンって置こうかなって。あ、チャピーが。チャピーが。よし、行くよ。はい。行くぞ。じゃあ俺押すよ。うん。はい。はい。はい。じゃあ。はい。じゃあ。はい。いっ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 。離す。タイミング分からんよ。いっ。はい。あ、できてるできてる。目立ちにくっ。あ、ちょっとできてる。見ていいですか。ちょっとできてる。できてる。わかるぞら。いくよ。押せ。おお。やば。そった。早めよ、多分もう。溶けて縮んだ。夜勤が無事行きました。夜勤が、まあ、強行突破しちゃったんですけど。強行突破。強行突破。強行突破。疲れてるね。疲れてるね。ちょっとね、色がね、目立ちにくいね。そうですね。この牛丼ってやった場合は、こんな綺麗になったんですよ。今、試しで。モーリーのやつですね、うん、試しにやったら。あ、でも綺麗も、ゆたけさんとハルさんが作ったの、うん、こっちやってるから。こんな綺麗になってるんで、うん、ちょっとまあ裏、うん、これとかめっちゃ綺麗にできてるんですよ。なのでまあちょっと成功ですね。色はあれなんですけど、はい、成功だと思いますよ。どうでしょうか。いいと思います。いいじゃないですか。最高だと思います。いやいやいや、いや難しかったっすね。難しいね。ゆったけずっとね、うん、目も腫れながら頑張ってました。じゃあ今回は、はい、サメ革を使って手袋を作ってみた、はい、でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちっぽけな島国真下、増してく太陽、日差しが差した、極端的なこの暑さ、車内は当然蒸してる。カッパ向かってく足取り、ドライブ海、振り向け砂浜、裸足はフリー、人なすぎても残る思い出、立つ波打ち際オールを漕いでく。